はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、私の最近の毎日メイクを紹介していきたいと思います。はい、ということで、最近の私の特に大好きでおすすめなコスメたちを使って、とにかく盛る盛る盛る毎日メイクをしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。じゃあメガネを外す。じゃあカラーコンタクトを入れます。今日はアイドルレンズカンナロゼのベージュブラウンを入れます。はい、これはね、片目だけつけるとこんな感じになります。かなりねナチュラルなんですけれども、確実に色素を薄くしてくれるので、黒髪の時はこれが一番合うかなと思って最近はこれをつけてます。まあ両目つけるとこんな感じですね。まあ橋本環奈ちゃんの瞳になれるという噂のカラコンです。おすすめ。じゃあパックにはこちら白のルルルンを使います。これは7枚入りのやつですね。これを爪と冷蔵庫で冷やしてたやつなんですけど、これをつけて、で上からダイソーで購入したこのシリコンパックをつけることによって、さらに保湿度とか密着度を上げます。じゃあこのまま5分から10分くらい放置します。バイバイ。じゃあね、5分くらい経ったので、顔とあと首とかにも拭いてパックは終わります。で保湿液とかもしっかりこう押し込んでなじませて、でメイクをしていきます。まずベースメイクにはお花 R2 のモイストグロス BB を使います。だいたい私はワンプッシュ、ちょっと半プッシュくらいですね、顔に5点置きします。あとね、私はエラ張ってるので、エラにちょちょってして、で叩き込んでいきます。私はあんまり伸ばすんじゃなくて叩き込む方が好きで、なんかこっちの方がこう肌に均等につくし、しかもなんかあんまり肌に摩擦がないかなと思って、優しく叩き込んでます。そしたらロージーローザのジェリータッチスポンジっていうね、水を入れてこう膨らまして、でティッシュでキュッキュッてちょっと水気を取ったスポンジで叩き込んでいきます。まあ割とね、さっきも叩き込んで、で特に伸ばすこともなく、このスポンジでまた叩き込むことによって、綺麗に均等にね、肌にファンデーションがついてくれるし、で無駄なファンデーションもスポンジがオフしてくれるので、まるで素肌かのように肌をカバーしてくれるので、いつもこのスポンジを使ってます。そしたらジョンソン&ジョンソンのベビーパウダーをおでこと鼻にふるいます。私はいつもこのダイソーの UR グラムの、フェイスブラシを使ってパウダーをつけてるんですが、私は前髪をいつも下ろすので、おでこ結構かなり粉っぽくなるまでベビーパウダーをふるってます。そうすることによって夕方になっても前髪とかおでこも鼻もベタつかずに済むので、結構かなりふるってます。あとこのほうれい線の、ね、上のところ持ってかるので、ここも軽くふんわりのせます。ベビーパウダーはすごくね、粒子が細かくて、で色もあんまりないので、まあ、つけた当初はね白っぽくはなるんですけれども、時間とともにナチュラルになっていくし、しかも本当にテカらないのでおすすめです。眉毛にはサナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウの PD05 番グレイッシュブラウンを使います。最近髪が黒くなったのでね、ちょっとグレイッシュブラウンに変えました。いつもは明るい時はアプリコットブラウンを使ってるんですけど、まずは下のラインをね、こう1本線引きます。希望の眉尻の位置まで引いて、で次眉山から眉尻まで引いて、その後上のラインをまた眉山まで引きます。であとは中をね埋めていくように、1本1本毛を描くように描いていきます。そうすると割とね、形を綺麗に作りやすいですね。眉尻は割と濃いめに描くんですけど、眉頭の方はあんまり濃くしてもね、なんかかなり気持ち悪いので、もう軽くちょっと埋めたら、もうあとはブラシで若干ぼかして終わります。眉頭は上にぼかして、眉尻あたりはこう横に伸ばします。そしたらこんな感じで片方だけ出来上がりました。両方描くとこんな感じになります。じゃあシェーディングにはセザンヌミックスカラーチークの20番シェーディングを使います。これはもうね、底見えが半端ないんですけれども、まあ、ちょっと残ったやつを使って、まずは、鼻筋を描きます。これは眉毛からつながるように、あとはアイホールにも全体的に塗って、全体的にこう彫りが深いように見せます。これ同じように左もやって、であとね、鼻先もこんな感じでちょっと
のせます。あとは唇の下のくぼみですね。このセラムのやつはめちゃくちゃ発色がいいわけではなくてぼんやりとつくので、あんまりつけすぎることがないっていうのが好きです。あとは大きめのブラシ、これはダイソーのブラシなんですが、取って生え際、あとは頬骨とエラと顎の下と、もう全部ね顔を覆うようにやります。まあ、これもねつけすぎたらすごいねダサい感じになってしまうので、まあ、ふんわりと、でこのね外から中にこうシュッシュッシュッとなって自然にグラデーションになるように塗ります。でアイシャドウにはキャンメイクパーフェクトスタイリスタイズの19番を使います。まずアイシャドウ、これはキャンドゥで購入したアイシャドウブラシの大きい方を使います。まず一番左上のカラーをクジラ型にこんな感じになるように眉毛の下まで塗ります。これちょっと色濃すぎるとねちょっとダサいことになってしまうので、ちょっとこう境界線上とかは分かりにくいように指でぼかした方がいいです。たら同じブラシで右上のカラーをアイホール全体にのせます。次はクジラ型じゃなくてこう丸くこの目の玉、目玉があるライン上にのせます。でちょっとブラシに残ったものを涙袋にものせます。こっちの方が太めにこうのせるとナチュラルに涙袋が強調されます。次は右下のね茶色のカラーを、まつげの生え際から5ミリ程度のところに全体的にのせます。なるべく目尻は濃い目で、ブラシに残ったものを眉目頭ら辺にのせる方が綺麗になります。使ってるブラシはエチュードハウスで昔買ったやつですね。でね、ちょっとグラデーションになるように指でぼかします。そしたら細めのブラシに、左下の赤を取って目尻にのせます。ちょっとね分かりやすいところだけぼかして、こんな感じで、肩まだけアイシャドウが完了しました。そしたらケイトのダブルラインフェイカーを使って涙袋の影を描いていきます。私はこうした時にできる影の、1ミリくらい上にこうラインを引きます。で今ちょっと間違えたんですけれども、こっから黒目の外くらいまで引いて、であとはぼかすだけの方が割とナチュラルに涙袋は出やすいかなと思います。そしたら目の周りの油分をオフします。ティッシュで特にまつげの油分をオフするように、まつげを撫でるようにオフします。そしたら私は今ねまつげパーマをしてるのでビューラーはしないんですけど、いつももししてなかったらビューラーはここでします。じゃあビューラーした後でこのアイライナーを引いていきます。これはヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーの漆黒ブラックです。でアイラインは、目のね延長線上に目尻だけ引きます。はい、こんな感じ。目の延長線上に引くことによって自然にちょっと垂れ目になってくれるし、しかもなんかこうアイライナー引いてますよ感はあんまり出ないのでおすすめです。そしたらヒロインメイクのボリュームコントロールマスカラの01番漆黒ブラックを使います。これはボリュームをコントロールできるマスカラなんですけれども、私はいつもフルボリュームでマスカラをするようにしてます。でこれはもちろんねまつげにボリュームが出ることもさることながら、お湯ってしっかり落ちてくれるっていうのが私的に一番ポイントが高いですね。アイメイクはね結構化粧崩れが少なくてパンダ目にはなりにくい分結構お湯落ちしにくかったりはするんですけれども、これはね化粧崩れもあんまりないし、お湯落ちもしっかりしてくれるのでもう最高です。はい、こんな感じでまつげが伸びました。ちなみに私はマスカラは1ヶ月に1回くらい買い替えるようにしてて、マスカラって本来なんかもう1ヶ月くらいしたらもうこのさ蓋をこうやったらポシュってならなくなるじゃないですか。ただ割となんか期限切れっぽくて、なるべく1ヶ月に1回買い替えるのがいいみたいです。まあでも私も2ヶ月か3ヶ月たまに使ってたりもする。じゃあ 3C のアイスイッチのスタックというカラーを使って涙袋にラメをのせていきます。これは目頭多めでちょっと少なくなっていくようにします。これは多色ラメでめっちゃザクザクのラメがいっぱい入ってるのでめっちゃ目がうるうるキラキラになります。私は最近これがないと本当にメイクが完成しない、大好き。じゃあチークにはキャンメイククリームチークの17番を使います。私はやっぱりクリームチーク大好きで、すごいねほっぺたに血色感が出るっていうか、ツヤ感を保ちつつ血色感を出してくれるのがすごい好きで、これは茶色感がすごく可愛くてめっちゃレトロな顔になれるので気に入って使ってます。こんな感じで3点くらいかな、こんな感じで三角にのせて、で指で叩き込んでいきます。私は基本的にこう笑って膨らむ時にところにのせるのが好きですね。でちょっと鼻の上にもこんな感じでのせることによって
ポテッとした顔に見せます。じゃあハイライトにはセザンヌパールグローハイライトの01番シャンパンベージュを使います。シャンパンベージュなくしたって言ってたんですけど無事見つかりました。普通に どっかから見つけた。まず鼻筋はまっすぐ描いて鼻先ちょんってやって、でちょっとね境目を動かします。であとは筆に取ってまず三角ゾーン少なめ、あと頬骨、あと顎とおでこに若干塗ったらハイライトは終わり。じゃあ最後リップにはロレアルパリのカラーリッシュマットリップの300番を使います。これは赤ちゃんの感じとかがすごい可愛くて黒髪になるとさらに映えるかなと思ってめっちゃ愛用してます。下唇だけ塗ってちょっとこのね境目ぼかしてって感じでやって、でメイクは完成となりました。こんな感じです。いかがでしょうか。ちょっとセットしてきます。バイバイ。ということでこんな感じで私の毎日メイクは以上になります。マフトナメプチプラコスメもう 9.5 割くらいプチプラコスメだと思うので、まあぜひもう全部私のおすすめコスメばっかりなので参考にしてね買ってみていただければ嬉しいです。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。メイク可愛いねとかね、あお気に入りコスメあるって思ってくれた方チャンネル登録と高評価お願いします。私はしないって思われた方チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますのでぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。